はい、皆さんこんにちは、マダルクビューヒです。では今回はゲレンデバーキシズの脅威 V チタンズジャミー東風編、続きをプレイしていきたいと思います。前回はようやくですね、エウゴとの決戦、これに勝利することができましたので、今回その続きになります。アクシズがね、動き出しているという状況もありますので、アクシズの動きに注意しながら進めていきましょう。では、時間を進めまーす。報告します。エウーゴの協力者を一斉検挙しました。そうか。また、アナハイムエレクトロニクスですが、閣下のおっしゃった通り、試作機の設計図をよこしてきました。この試作機の設計図が何かすごく気になりますね。了解しました。緊急事態です。アクシスが地球上空に艦隊を派遣しています。エウンゴとティタンズの争いを見守っていたアクシスは突如地球への侵攻を開始した。エウンゴとの戦いに消耗したティタンズは戦力を温存させていたアクシスの攻勢に対抗する手段を失っていたのである。アクシスを発進した艦隊はアフリカ上空より降下を開始した。目標はアフリカ大陸ダカール。ハマーン艦の狙いは地球連邦議会の掌握であった。戦乱の舞台は再び地球へと移ろうとしていた。アクシスはアフリカ大陸に部隊を降下させるとともに地上のジオン軍残党勢力に蜂起を呼びかけています。この呼びかけに応じて各地でジオン軍残党勢力が我々の基地を襲撃しアクシスの侵攻を手助けしているとのことです。報告します。木星船団より我が軍に対し資源が提供されました。諜報部より敵。はい、ではちょっと地球上の状況を確認しておきましょう。アフリカが飲み込まれましたね。そしたらすかさずですね、まあ部隊自体はある程度残しておいたので、これを使ってまずはアフリカの奪還を行いましょう。まあ一部はパイロットもこの地上に残しておいたので、それがね、うまく機能してくれそうですね。では、こぞって、アフリカ大陸へと進行していきます。気になっていた、アナハイムからの、設計図ですが、ゼータですね。あと、リックディアス。このあたりが提供されてますね。せっかくなんで開発を進めましょう。では、アフリカの各地で戦闘開始してまーす。まあ、モビルスーツの性能では当然アクシズ軍に劣るんですけども、まあ、数やパイロットでそこはカバーしていきましょう。現在アクシズの攻勢を受けていてかなり追い込まれてます。地球上ではですね、まあ、もちろんアクシズ軍は強いんですけども、こうして立ち上がったジオン軍はですね、デザートザクなんかが中心なので、まだモビルスーツの数で劣っていても戦えるんですけども、宇宙での戦闘がですね、まあ、とにかく、アクシス軍のモビルスーツの圧倒的な性能の前に、かなり不利な状況になっているので、まあ、なんとかね、最高ガンダムなんかを使いながら巻き返しを図っているという状態です。で、サイド4、ムーアは失冠してしまったので、まあ、これ以上敵をね、やっぱり、近づけるわけにはいかない。まあそういうところで今、防衛戦を展開しています。ここもですね、最高ガンダムのロザミアが乗って一機で防衛をしていたんですけども、通常だとどうなんでしょう。このあたり一機に対しては、まあ多くても3機ぐらいで攻め込んでくることが多い、まあシチュエーションだと思うんですけども、まあここはですね、アクシス軍は全力攻撃を仕掛けてきていて、まあ、とてもこの、ロザミアの最高ガンダムでは、この24機のアクシス軍の
最新鋭モビルスーツ隊を迎え撃つことはちょっと難しそうですね。かといってここで撤退してもですね、この新しい敵のモビルスーツ隊を受け止める力がないので、どうしようかなっていうところで、ちょっと今悩ましい状態になってしまってます。いやー、これロザミアのサイコガンダムでこれだけダメージを受けるとなると、持たないですね、多分ね。緊急事態です。さらにここでコロニー落としを実行してきましたね。グリプス2から緊急連絡が入っています。配線を回します。閣下、ご安心ください。グリプス2のコロニーレーザーを照射し、これで、まあ、被害は抑えられれば御の字ですけどね。コロニーの軌道がシロッコがね、今のグリプス2にいたように戦線にまだ復帰してないんですね。モビルスーツに、まあ、特にジオとかに乗ってくれればね、まだ戦線支えられる状況になると思うんですけども、かなり厳しい状態になってます。もったいないお言葉。神明王として閣下にお使いするとの制約を守ったにすぎません。そうか、これからもよろしく頼むぞ。はあ、地球連邦政府より連絡が入りました。我々チターンズに連邦軍全軍の指揮権と連邦基地の使用権を与えることです。これは厳しい戦いの中、一つだけいいニュースですね。助けてもらった恩返しというやつか。そのようなものにもはや何の価値もないということが分かっておらんようだな。必死の防衛戦をやっているところですけども、シロッコもね、頑張って戦ってくれてます。まあ、やっぱりここでこらえられないと、この後宇宙での戦況がより厳しいものになっていくので、やっぱりね、マシロッコとか、まあ、ヤザンをはじめエースたちでなんとか戦線を支えて、その間に地球上のアクシズ軍を、まあ、一掃で、またね、戦いの場を地上から宇宙へと集中させていきたいなと思います。ジオも実際ですね、シロッコが乗ってないと、もうこの段階で結構、きついかなーなんていう感じもするんですけど、逆にシロッコが乗ってるだけでですね、もう、ダブルゼーターの世代の、敵モビルスーツも、決して劣らない、まあ、そういう力をね、発揮してくれています。はい。まず地球上ですけども、重要拠点をすべて制圧しました。残っている、まあ、このね、ヨーロッパありますけど、ここも制圧はできるでしょう。宇宙の方ですが、まあどうしてもね、このサイド砲を失ってしまったのは痛手ではあるんですけども、まあそれ以外の戦線はなんとか支えているという状態なので、この後、地上に残っている部隊を宇宙に上げて、なんとかね、ハマーンのアクシズ軍を押し返していきたいかなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その様子をお届けしていきたいと思います。